スタッドリー王立公園。スタッドリー王立公園は、イングランドのノースヨークシャー州にある公園で、市東会のファウンテンズ修道院の廃墟を含んでいる。この公園には18世紀に遡る、スタッドリー王立ウォーターガーデン、スタッドリーロイヤルウォーターガーデンなども含まれており、1986年にユネスコの世界遺産に登録された。 ファウンテンズ修道院は1132年に13人のベネディクト会修道士たちによって創設された。彼らは後に死闘開始になった。ヘンリーパスイによる修道院解散令1539年の結果、修道院の建造物群と2キロメートル以上の土地は王権によって商人リチャード・グレシャム、さあ、リチャード・グレシャムに払い下げられた。修道院の財産は プレシャム家の数世代に受け継がれた後、最終的にステフェン・プロクター、スティーブン・プロクターに売却された。プロクターは1598年頃から1604年頃にかけてファウンテンズ・ホールを建てた。エリザベス朝時代の優れた大邸宅であるこのホールは部分的に修道院に使われていた建材が再利用されているので、現在は2室のみが一般公開されている。 ジョン・ウェズラ・ビーが1693年にスタッドリーの辞書を相続した。社会的にも政治的にも野心を抱いていた。彼は1695年にはイギリス議会のトーリー党員になり、1718年には大倉卿に任命された。彼を悲劇が打ちのめしたのは1720年のことだった。彼は南海会社の主要なスポンサーの一人であり、その株は彼、 個人に慎重させられていた。その金融上の巨大な破綻、南海放末事件の後、彼は議会から追放され、終身公職追放に処せられた。ヨークシャーに戻った、彼は1718年に造営を始めていた、庭園を作り上げることに専念した。1742年に彼が没した後、息子のウィリアムがファウンテンズの修道院とホールを買い上げて、 庭園を拡張した。彼は父親の造園とは対象をなすような見栄えのするロマンティックな様式で風景式庭園を拡張した。18世紀のものとしてはイングランドでも最重要級に属する水生植物園が作り、されたのも彼らの時である。ウィリアムの死後、辞書は娘が引き継ぎ、その後は彼女の名が相続した。大規模な作り直しを免れつつ、 庭園と公園は、エズラビー家の地を引くバイナー家、ザ・バイナーファミリーに引き継がれ。辞書は1966年にウェストライディングの衆議会が買い上げた後、1983年にナショナルトラストの管理下に置かれた。辞書のうち、修道院部分はナショナルトラストに代わって、イングリッシュヘリテッジが管理している。1986年には公園が、 世界遺産に登録された。修道院それ、自体やファウンテンズホールに加え、公園には他の多くの歴史的な物件が存在している。スタッドリーオー王立ウォーターガーデンは、ジョージ長時代のウォーターガーデンの特色をよく伝えている、現存しているものの中では、最良の部類に属するウォーターガーデンである。創設したのは、ジョン・ウェズラビーで1718年のことだった。 彼の死後は、息子のウィリアムが、隣接するファウンテンズの土地を購入しつつ拡張した。庭園の優雅な装飾の施された湖、水路、神殿を模した建物、滝などは、見目麗しい景観を提供してくれる。他方で、ネオゴシック様式の城、パンラーディオ様式の宴会場など、庭園の美しさにとっては、上長とも言える、建造物群も多く存在している。 セントメアリー教会、ショートトンメリーズチャーチは、フレデリック・バイナー、フレデリック・グラトム・バイナーを追悼して、リポン公尺家、ザ・ファミリー・オブ・ザ・ファースト・マーク・イス・オフ・リプンが建てた後期、ビクトリア朝様式の教会で、にあるとともに、ヨークシャーにおける、この様式の記念すべき教会である。これらはともに、ウィリアム・バージェスが建てた。バイナーは1870年に、 ギリシャ人の誘拐犯に殺害されたが、この時釈放を求めて集められた身の白金は、手付数のまま残った。そこで、彼の母メアリー・バイナー、レイディ・マリー・バイナーと、妹のリポン公爵夫人、レディ・リポンは、その金を使いオークシャーのそれぞれの領地に、フレデリックを追悼する教会を建てたのである。バージェスが選ばれたのは、その最大のパトロンであった第三代ビュート公爵と、 バイナーがオックスフォード大学時代の学友であったことによると推測されている。スタッドリーのリポン公尺領内に建てられたセントメアリー教会は1870年に委託され翌年建設が始まった。建造されたのは1878年のことである。教会は500頭の鹿をはじめとする豊かな動植物を要する中世以来の鹿公園の中に建っている。 この鹿公園にはかつて王家の邸宅、スタドリーロイヤルハウスが建っていたが、1716年に火災によって大部分が失われた。ほとんど全面的に建て直されはしたが、再建後の建物も1946年の火災で大部分が損壊し、ほどなくして取り壊された。1728年から1732年に建てられた馬小屋だった区画のみが現存している。 これは現在指定になっており、2000年まではポールサイクス卿が所有していたが、その年にスージーブルマーに売却された。粉引き場は12世紀に死闘開始たちが建てたもので、領内では無傷で残る最古の建造物である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。